この動画は AI が作成しています。このため動画の内容に誤りがある可能性があります。ご視聴にはご注意ください。ティアキン最強武器ランキング第10位を教えて。第10位は重心の弓タスキースの目玉の通称ホーミングビーストです。この武器の特徴は、重心の弓は瞬間火力最強の弓で、3連射と5連射の効果があります。キースの目玉をスクラビルドすると、矢が敵を自動追尾するようになります。空中にいる敵や動き回る敵にも簡単に当てられるようになります。キースの目玉は各属性キースなら属性付きのホーミング攻撃になるので、敵の弱点をつけます。しかしこの組み合わせには以下のような欠点もあります。キースの目玉は1回使用すると消失するので、常に補充する必要があります。敵に当てると爆発するので、近くにいる敵や自分にもダメージを与える可能性があります。敵の動きに合わせて曲がるので、予測しにくい場合もあります。キースの目玉は属性付きの場合は属性ダメージも与えられますが、敵の属性耐性によっては効果が薄い場合もあります。ほぼほぼ合ってるけど、目玉で爆発はしないよ。ティアキン最強武器ランキング第9位を教えて。第9位は降臨の槍タス白銀ナイネルの破格の通称シルバードラゴンです。この武器の特徴は、降臨の槍は水に濡れると攻撃力が2倍になる槍で、シドスキルで簡単に発動できます。白銀ナイネルの破格は攻撃力が高い素材で、斬撃系素材で一番攻撃力が高いです。この組み合わせで攻撃力が150を超える非常に強力な武器になります。水辺や雨天時には特に有効です。しかしこの組み合わせには以下のような欠点もあります。水に濡れていないと攻撃力が半減するので、場所や天候によっては効果が出ない場合もあります。白銀ナイネルの破格は1回使用すると消失するので、常に補充する必要があります。また白銀ナイネルからしか入手できないので、入手難易度が高いです。槍はラッシュ中の攻撃力が高いですが、通常攻撃や乗り攻撃では他の武器に劣ります。トップ3に入るかと思ってたら以外に評価低いな。ティアキン最強武器ランキング第8位を教えて。第8位は口でないこの絵の両手剣タス白銀ナイネルの才覚の通称絶命の剣です。この武器の特徴は、この絵の両手剣は壊れかけている時に攻撃力が2倍になる両手剣で、乗り攻撃武器で最強です。白銀ナイネルの才覚は攻撃力が高い素材で、打撃系素材で一番攻撃力が高いです。この組み合わせで壊れかけている時に攻撃力が200を超える破格の武器になります。ライネルに乗りかかって大ダメージを与えられます。しかしこの組み合わせには以下のような欠点もあります。壊れかけていないと攻撃力が半減するので、耐久度を管理する必要があります。白銀ナイネルの才覚は1回使用すると消失するので、常に補充する必要があります。また白銀ナイネルからしか入手できないので、入手難易度が高いです。両手剣は通常攻撃や乗り攻撃では高い火力を出せますが、ラッシュでは他の武器に劣ります。才覚より武器の方が入手難易度が高いよ。ティアキン最強武器ランキング第7位を教えて。第7位は口でない王家の槍タスグリオークの氷雪核の通称フロストスピアです。この武器の特徴は、王家の槍はラッシュ中の攻撃力が高く、対ライネルで特に便利な槍です。グリオークの氷雪核はパリーモーションで敵を凍らせる効果を持ち、凍った敵に攻撃するとクリティカルが発生します。この組み合わせでパリーからラッシュへとつなげて大ダメージを与えられます。グリオークの氷雪核は盾が壊れるので永久的に属性を出せるので、耐久力の高い盾につけると良いです。しかしこの組み合わせには以下のような欠点もあります。パリーモーションはタイミングが難しいので、失敗すると逆にダメージを受ける可能性があります。グリオークの氷雪核は盾が壊れるので永久的に属性を出せるので、耐久力の高い盾につける必要があります。グリオークの氷雪核はグリオークからしか入手できないので、入手難易度が高いです。微妙に盾の説明が混じってるんですけど。ティアキン最強武器ランキング第6位を教えて。第6位はハイリアの盾タス翼の通称飛翔の盾です。この武器の特徴は、ハイリアの盾の防御力は90で、特殊効果はありませんが、耐久力が非常に高く、壊れにくい作中最強の盾です。翼をスクラビルドすると、盾を構えると上昇し、高く飛べるようになります。この組み合わせで探索が楽になりますし、敵からの攻撃も防ぎやすくなります。プレイヤーのレベルや状況によってはもっと上位に入る可能性もあります。しかし、この組み合わせには以下のような欠点もあります。翼は1回使用すると消失するので、常に補充する必要があります。翼は空中でしか使えないので、地上での移動には役に立ちません。翼は攻撃力や属性などの効果は持たないので、戦闘にはあまり貢献しません。ハイリアの盾はガード力が高いですが、パリーモーションやラッシュでは他の盾に劣ります。翼とロケットを勘違いしてるでしょう。
キヤキン最強武器ランキング、第5位を教えて。第5位は、大鷲の弓足す爆弾花の通称、エクスプロウィングです。この武器の特徴は、大鷲の弓は速射、三連射、長距離射撃の効果があり、使い勝手が非常に良い弓です。爆弾花をスクラビルドすると、着弾地点周囲に爆風ダメージが発生します。この組み合わせでまとまった敵を一掃できたり、岩破壊にも使えたりします。しかし、この組み合わせには以下のような欠点もあります。爆弾花は1回使用すると消失するので、常に補充する必要があります。爆弾花は爆風ダメージが自分や仲間にも当たるので、注意が必要です。爆弾花は属性効果などの効果は持たないので、敵の属性耐性によっては効果が薄い場合もあります。大鷲の弓は攻撃力が高くないので、単体の敵に対しては他の弓に当たります。重心の弓より攻撃力が低いけど、速射と長距離射撃を考慮してこっちがいいってこと？キヤキン最強武器ランキング、第4位を教えて。第4位は、正気の金棒を足す白銀内ネルの破格、の通称、無双の金棒、です。この武器の特徴は、正気の金棒は攻撃力が高く、鎧を砕ける効果と正気ダメージ効果無効の効果があります。白銀内ネルの破格は攻撃力が高い素材で、斬撃系素材で一番攻撃力が高いです。この組み合わせで攻撃力が100を超える強力な武器になります。鎧を着た敵や正気ダメージを与えてくる敵に有効です。しかし、この組み合わせには以下のような欠点もあります。白銀内ネルの破格は1回使用すると消失するので、常に補充する必要があります。白銀内ネルの破格は白銀内ネルからしか入手できないので、入手難易度が高いです。金棒は通常攻撃や乗り攻撃では高い火力を出せますが、ラッシュでは他の武器に劣ります。金棒は重いので振り回すのに時間がかかります。正気無効なんてないし、鎧が砕けなくなってるよ。キヤキン最強武器ランキング、第3位を教えて。第3位は、王家の両手剣足すグリオークの雷電角の通称、サンダーブレイクです。この武器の特徴は、王家の両手剣は攻撃力が高く、壊れかけている時に攻撃力が2倍になる両手剣です。グリオークの雷電角はハリーモーションで敵を感電させる効果を持ち、感電した敵は武器を落とします。この組み合わせでパリーから大ダメージを与えられますし、敵から武器を奪えます。グリオークの雷電角は両手剣が壊れるまで永久的に属性を出せるので、耐久力の高い両手剣につけると良いです。しかし、この組み合わせには以下のような欠点もあります。パリーモーションはタイミングが難しいので、失敗すると逆にダメージを受ける可能性があります。グリオークの雷電角はグリオークからしか入手できないので、入手難易度が高いです。両手剣は通常攻撃や乗り攻撃では高い火力を出せますが、ラッシュでは他の武器に劣ります。壊れかけで攻撃力2倍はこの絵の両手剣だ。キヤキン最強武器ランキング、第2位を教えて。第2位は、マスターソードタストパーズの通称、雷神の剣です。この武器の特徴は、マスターソードは伝説の剣で、壊れても10分で復活し、がノン系に特攻効果があります。攻撃力は30ですが、覚醒すると攻撃力が60になり、光の刃を放つことができます。トパーズをスクラビルドすると、攻撃をバードで敵を感電させる効果があります。この組み合わせで敵から武器を奪ったり、ガノン系に大ダメージを与えることができます。しかし、この組み合わせには以下のような欠点もあります。トパーズは1回使用すると消失するので、常に補充する必要があります。トパーズは感電させる効果しか持たないので、感電耐性の高い敵には効果が薄い場合もあります。マスターソードはガノン系以外の敵に対しては他の武器に劣ります。マスターソードは壊れても復活しますが、壊れている間は使えません。弱いわけじゃないけど2位に持ってくるほど強くないような気が。キヤキン最強武器ランキング、第1位を教えて。第1位は、七宝のナイフ足す正気の金棒の通称、セブンスターです。この武器の特徴は、七宝のナイフはスクラビルドの素材攻撃力を高める効果を持つ片手剣です。正気の金棒は攻撃力が高く、鎧を砕ける効果と正気ダメージ効果無効の効果があります。この組み合わせで攻撃力が138になり、素材攻撃力が最も高い武器になります。鎧を着た敵や正気ダメージを与えてくる敵に有効ですし、素材消費で再入手できます。この組み合わせには特に欠点はありません。どんな状況でも使える最強の武器です。攻撃力が高いので、どんな敵にも対応できます。素材消費で再入手できるので、常に使えます。片手剣は通常攻撃や乗り攻撃やラッシュでも高い火力を出せます。このため、これ以上の武器は存在しないと思います。今までのパターンだと、武器と素材の入手難易度が高いって説明がないとおかしいでしょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。